月と7つのサイドの連携を強化し、中央を間引きした経済圏を確立する、すなわちサイド共栄圏の建設。はい、皆さんこんにちは、マンダルギルフィッシュです。では今回はハートマイホーガンダム1年戦争モッド、ジュロン君サイド共栄圏建設物語、続きをやっていきたいと思います。ガンダムユニコーンをご覧になられたことある方はね、ピンとくると思うんですけども、サイド共栄圏というのはフルフロンタルが劇中で唱えた、地球を外して月と各コロニーで経済的な独立を果たして、事実上地球連邦政府からね、独立を行うという構想になります。で、今回そのね、サイド共栄圏建設を行っていくんですが、前回までにですね、そのステップを順々に踏んできています。今回その続きを行っていきたいと思います。現在はですね、このサイド共栄圏建設に必要な前ステップにあたるサイド安全保障を国家方針として採用中です。この国家安全保障終わるとですね、各コロニーが安全保障条約を結ぶ、まあ、横並びにね、安全保障条約を結ぶというイベントが発生します。そうするとサイド共栄圏の建設、この国家方針が解放されるという段取りになっています。で、今回はその後ですね、地球連邦政府に対して独立宣言を行っていく、このスペースノイド独立宣言も行っていきたいと思っています。で、このスペースノイド独立宣言を行うために必要なステップとして、この総力戦研究が必要になってきますので、この国家方針のツリーも順次開放していきたいと思います。地球に対して宣戦布告した後は地球寒冷化作戦、まあ、これ具体的にはですね、隕石落とし、コロニー落とし、これを行いつつ地球降下作戦も行っていくということで、最終的にはですね、この重力戦線まで解放していきたいなというふうに思っています。もう一つ研究の方針ですね。この後地球に降下していくことを前提にですね、地球上で絶大な力を発揮してくれるこのドム、このドムの研究まで進めていきたいと思っています。ドムがいるのといないのでは地球上での戦いが大きく変わってくる、それくらい画期的なモビルスーツになっているので、このドムの研究はマストで行っていきたいと思います。では時間を進めていきましょう。はい、では先ほどお話ししていたサイド安全保障が完了しました。これで各コロニー各サイドが相互安全保障条約を締結したという状態になります。で、この後早速サイド共栄圏ですね、これを建設しちゃいましょう。これで今回のね、一つ目の大きなプレイ目標が達成できるという状態になります。で、せっかく時間止めてますので、宇宙軍に関してですね、簡単にご紹介しておきたいと思います。ジョーの宇宙軍の方なんですけども、今はですね、まずドズルザビ中将の艦隊、それにコンスコン少将の艦隊、そしてドレンはね、今挙げた2人に比べるとだいぶ階級は低いんですが、このドレン、この3つの艦隊で今宇宙をね、パトロール中という状況です。大気圏にはドズルザビ中将、そしてサイド6から月に関してはコンスコン、そしてドレンはズムシティのあるサイド3周辺をね、パトロールしてもらっています。ではここで政治録溜まってきましたので、一つ大きく方針を変える項目として、徴兵制度を大規模徴兵に変更していきます。今画面の上の方に 2.0S メガって出てると思うんですけども、これ今の徴兵化の人口ですね。2メガ2ミリオンなので200万人が今の徴兵化の人口なんですけども、この後地球と戦争をしていくとむちゃくちゃこれ消耗していきますので、今のうちに大規模徴兵に変えておきます。これで徴兵化の人口一気に増やしていこうという作戦ですね。はい、それではサイド共栄圏建設完了になります。これによっていつでも
独立宣言出せる状態になりましたが、軍備をね、もう少し整えておきたいので、国家方針としてはですね、しばらく軍関係のものを使っていきたいというふうに思います。で、先ほどご説明した通り、総力戦研究、国家総動員法、そして重力戦線と順番に採用を行っていきましょう。ではまず諜報機関の方ですね、設立しています。赤鼻。赤鼻を、そうだなぁ。まあ、いきなりということにはなりますけど、ここはダカールの方に潜入させましょう。まあ、赤穴が殺されてしまう可能性もあるんですけど。さらに研究枠の方ですね。グフまで進んでますので、この後ドームまで進めます。で、陸軍のドクトリンの方は、このモビルスーツの集中運用、これむちゃくちゃ効果絶大なので、ここまで進めていきたいと思います。はい。そして今ですね、少し余裕がある政治力。これを使って、共同機動大隊の演習を行いたいと思います。これ完了するとですね、何が大きいかというと、まずランバラル。そしてガイア。そしてシャア。これが採用可能になります。先に、この共同機動大隊の演習を行って、優秀な士官をね、採用できる状態にしておきたいと思います。これ戦時になってしまうと採用できなくなってしまうので、こういうところでね、ミスがないように、しっかり確認しておきたいというふうに思います。そしてグアジンの一番艦が完成しました。これドズルに割り当てましょう。ジオン宇宙軍の、まあ、早期艦ということでね、このグアジンが今、大気圏中をパトロール中です。で、これ機関割り当てを行いましたので、もしこのグアジンが撃沈されるとね、かなりマイナスペナルティ発生するんですが、まあ、グアジン、そしてこのドズル、でね、なんとか、撃沈されないように。で、さらに、まあ、この後余裕が出てきたらという選択肢になるんですけども、ここでドズルザビ中将をね、司令官として割り当てることによって、宇宙戦艦。まあ、これグアジンのことですね。そして宇宙巡洋艦。これはチベのことですが、それぞれの攻撃力、プラス 15% のボーナスも得られるので、開戦したらですね、これも採用していきたいというふうに思ってます。はい。これガンダムファンの方はね、ちょっと、ムムムってなると思うんですけど、こういう細かいところもケアしてくれてるのがガンダム一年戦争元ですね。暁の放棄。これは、ガンダム、オリジンの中でね、描かれていたと思います。そして、関連するイベントとして、ドズルと、ゼナが結婚という、こういうイベントもね、出してくれてるのは嬉しいですね。で、今、建築のですね、研究としては3を進めていて、あと5日で終わるという状態です。これ終わるとですね、何ができるかというと、大きいところで言うと、このソロモンとアーバーワクーの要塞化、これができます。これによって、まあ、仮にですね、ソロモン、ないし、アーバーワクーが攻められた時に、しっかり、沿岸要塞、陸上要塞、対空砲、さらに、大きいのが、海軍の造船所が、追加されます。これによって、生産の、ラインの中に入っている、無才であり、チベであり、グワジンであったり、こういったものの建設スピードが上がります。これは大きいと思いますね、むちゃくちゃ。では、地球侵攻作戦を行うことをですね、視野に入れて、そろそろですね、水陸両用モビルスーツ。これの研究も、始めて、生産のラインに入れていきたいと思います。まあ、具体的にはですね、このザクマリンタイプから始めて、最終的には、ハイゴック、あるいは、ズゴックの言い方。このあたりまでね、進めていきたいと思いますので、早速、まずザクマリンタイプから研究を行いましょう。では、研究枠の方ですが、先ほどご説明していたモビルスーツの集中運用。これですね。行っていきたいと思います。そして、総力戦研究が終わったので、これによって地球寒冷化作戦っていうね、特別作戦が解放されます。で、この
地球寒冷化作戦についてはですね、降下作戦、まあ、いわゆる地球降下作戦を行ってしまうと発動できなくなってしまうものになるので、行う、実施するタイミングとしてはですね、まず地球寒冷化作戦、まあ、これ具体的にはコロニー落としであったり隕石落としであったりっていったところになるんですけども、これを行った後に地球降下作戦を行うっていうね、順番はしっかり守っていきたいと思います。さて、ではですね、いよいよ独立宣言を出せる一歩手前までやってきましたので、まあ、ここでですね、戦争回避のための最後の我々の要求を行っていきたいと思います。まずは駐留部隊に撤兵、ここから出てってくれと、まあ、この要求を行います。さらにコロニー、我々スペースノイドに対して不利な関税の撤廃、これもね、要求していきます。これでね、我々の意思を示そうじゃないかというところですね。で、この後はいよいよ戦争という状態に入っていきますが、この国家総動員法、今行っている国家方針なんですけども、これが終わったらですね、いよいよスペースノイド独立宣言を行っていきます。で、そうすると戦争状態になりますので、そこでいよいよ地球寒冷化作戦と地球降下作戦、これを発動していきたいと思います。そのためにですね、一応地上戦で使えるモビルスーツもガンガン研究していきましょう。はい、先ほど行った駐留軍の撤兵の要求、不利な関税撤廃の要求、それぞれ否認されましたね。これで戦争の大義名分も得たという状況です。